それではセーブストラテジーからステーショナリーピボットのところですね、ちょっと説明したいと思います。お話しておきたいところが非常に大きなところ、1点なんですけれども、セーブストラテジーをするときに、セーブストラテジーから、切り替えたときですね、ボディを切り替えたときに、ここで気をつけてほしいのは、今、男性と女性の右手、男性の左手がほとんどその場に置かれているということですね。実は男性はここのところで、左グリップで少し女性を引っ張っていく力すらあります。ですから、次のステーショナリーピボットに滑らかに入っていきます。ところが、ここで非常に多い例なんですけれども、ステムフトランジをスウェーをチェンジしたときに、回転を強くしすぎてしまう。そうすると、男性は気持ちいいかもしれないんですけど、女性は後ろに倒れてますので、ここからステーショナリーピボットでたくさん回ってくるのが、すごくロスが大きいということになるわけですね。ですから男性まず気をつけてほしいことは、セーブストランジになりました、手はそのまま、ボールはそのまま置いといたままで、このボディというのはこの体の側面をね、特に気をつけてほしいんですけど、体の側面でサイドにリードする、特にスウェーを落としてきた時にはこの左の体の側面はグッと入っていきますけども、グリップエンドは自分の耳のあたりですね、左の耳のあたりに置いておいてほしいわけです。これが回転、一緒に回転していってしまうと、男性としてはちょっとたくさん体を使って気持ちいいような感じがするんですけれども、女性はこの時にひっくり返ってしまってますから、もう一回ちょっと正しい方で言ってください。セインフトランジから体の側面を使ってリード、体の側面で切り替える。この時にもう左手は女性を少しピックアップ、引っ張るような形になっているわけです。手とサイドが引っ張っていくということですね。そうですね、はい。女性から見たらどうなんですか、女性が勝手にやってしまうということはありませんか。セーブストランジを入って、後ろに振り返ります。ここから右に返ったときに、この足が一緒に回転してしまうと、男性を連れてきてしまいますので、右側のももが入っている状態のまま体だけを返します。今右足が中に入っているんですね。でこの右背中と右足が中に入っている状態で体重移動だけをまずして、そこからも